依頼の内容は湿地帯に現れる魔物の討伐ね。いいじゃない、討伐腕が鳴るわ。月影の会に依頼が回ってくるくらいだし、冒険者連中も手を焼いてるみたいけど、私ら二人なら余裕。私はただ敵を倒すことしかできないけどね、細かいことはどうも苦手で。そこが重要なのよ。私は頭脳労働担当、バレリアがいなきゃこんな依頼受けてないって。私が作戦を立て、バレリアが実行する、まさに最強のコンビでしょ。早く戦闘して早く報酬を手に入れるのよ。家賃が払えなくて追い出されちゃうわ。それもそうだけど、もっと重大なことがある。この仕事は期限付きなのよ。具体的に言うと明日の夜まで。知ってるでしょ、月影の会は約束を守らない奴にはとことん厳しい。家どころかこの王都から、いや、カラスによってこの世から追い出されるかも。今日中に終わらせるわ。フロッケも待ってるしね。任せたよ、相棒。肩慣らしには良さそうね。しまった、見せてあげる。痛いじゃ済まないわよ、バレリアよ、覚えときなさい手加減なしで行くから、バレリアよ、覚えときなさい。手加減なしで行くから。いい勝負だったわね。